and Shingo.皆さんこんばんは、香取慎吾です。こんばんは、草薙剛です。明日は成人の日。ほう、そうなんだ。もうでも8日だからね、もう正月気分もそろそろ抜けていかないと。そうだね、うん、社会復帰できませんよね、はい、そうですか。はいはいはい、寒いんだね今年。なんか寒い気がしますね。うん、まあ、風にだから注意して頑張りましょうね、皆さんね。そうだね、はい、ドラマやってるからやばいじゃん、風なんか。そうですね、やっぱり、うん、やっぱ穴開けるわけがないんでね。代わりはね、僕しかいないし、皆さんも皆さんしかいないんで。今まであるつ、やっぱ連ドラ中にギリないね。あれなんだろうね。でも終わった瞬間に体調崩したりするんだよね、うんうん、なんとかしのぐね。本当にやっぱ気が張ってるってやつなんだろうね、うん、そう。もう2日後10日からなんで、皆さんよろしくお願いします。オンエアがね、うん、そうだ、はい、今まだ撮れ終わってないんでしょ。いや、もういい加減終わってると思うんですけど、1話は終わってる。うん、はい。それでは1曲いきましょう。 UK とジャマイカの人気者がコラボしました、クリーンバンディットフューチャリングショーン・ポールでロッカバイ。Power Splash. With Tsuyoshi Kusanagi and Shingo Katori. マンスリーテーマに訳してもらって、今年最初1月のマンテはトラベルメモリー、私だけが強烈に覚えてること、旅の思い出を教えてください。はい、じゃあ紹介してもらいましょうか。これかな、ケイコママですね。新潮の二人こんばんは。こんばんは。初めての海外はグアムだったんですが、部屋に変な鳥が入ってきてめちゃくちゃパニックになりました。キャーキャー言ってるうちに出て行って、その後人生でなんかラッキーなことが続きました。好きな人から電話がかかってきたとか、その程度ですが、青い鳥だったのかなって一人で思ってます。でも青い鳥だったらもっとラッキーなことを運んでほしかったなって自分勝手に思ってます。うん、あー、グアムね、あるね。海外でなんか虫入ってきちゃうとかあるね。トカゲがいたとかね、うん、うん、あるよね。南の島だと、あの、うん、なんですか、ヤモリとか、うん、月光、あれはなんかいいんだぞとか、こう、うん、幸運だとかね言いますね。うん、うんうん、そうだね。 あんまり得意じゃないな俺も。でも、うん、うん、まあなんかだんだん触れなくなってくるよね。うん、うん、まあって言ってもトカゲとか触っちゃうけどさ、うん、東京でっかいネズミとかいない？いる。ドキドキいるの、うん、びっくりするよね。うん、いる。本当にさ、なんていうの、猫ぐらいの大きさの、うん、なんかね、いるよね。いるいるいる。やばいよあれ、うん、増えてんじゃない、ちょっと。なんかそんな気もする。うん、カラス減ったと思うな。あ、本当？あ、そうかな、言われてみればね。うん、カラスもっともっといたが前ふわーっといた感じなのにね、あんま見なくなった感じです。うん、ネズミ怖いな。うん、うん、はい、もう一枚いきますか。もう一枚、しーちゃんです。あ、しょうちゃん、ちよぽん、しんごちゃん、あけおめ、あけおめ。昔30年ほど前に家族旅行で行った旅館は海岸沿いにあるにもかかわらず夕食がとんかつでした。がっかりでした。でも家族でゲラゲラ笑って楽しかった思い出です。いいじゃん。なんかやっぱり海沿いだからなんかお刺身とか食べたかイメージだったんじゃない？まあね、わかるけど、うん、いいじゃん。まあね、でもゲラゲラ笑ったからやっぱ よかった。結果的には良かったかもしれない。思い出になってんだからね。うん、あるよね。あの国行ったのに中華出てきたとかさ。うん、そういうのあるよ。でもとんかつ美味しいじゃんね。なんだかんだ言って、ロケでタイ行った時は何食べたの？あ、ちゃんとタイ料理あったよ。へ、うん、タイ料理ってどれ？なんかね、なんだっけ、あれ何度も覚えられないんだけど、バカオ、カバオ、なんかガパオ、ガパオってなんかこうタイ前に、あ、美味しいじゃん、ガパオ飯。そう、なんか卵を乗っけて、うん、なんかこうひき肉みたいなやつ、うん、あれなんかすっごいうまくて、へ、うん、なんか炒める人のね、なんか技量があるんだよ。
高温でさっと炒めると味がほんと違くて、うん、でうまくて、そう24時間やってんのね、うん、で2日連続行ったの夜、うん、うまくて、で1日目作った人超うまいわけ、うん、細いお兄ちゃんで、うん、見えんのよ厨房が、うん、あのお兄ちゃん作ってるっつって、でもう一人なんか超なんか太ってる人超どんくさくて、うん、でもう超俺たちになんかもう言われちゃってるわけ、あのお兄ちゃん超どんくさいよっつって、うん、あれ俺たちのやつ作んじゃねえよとか言って、うん、散々日本語わかんないからと思ってさちょっと言ってたのね、そしたらそのお兄ちゃん作るとほんと美味しくないの、なんかね時間がかかっちゃうとダメなのなんか、うん、でも美味しかったよガパオ、うんうんうん、美味しかったよタイ料理、あとなんだっけな、なんかああトムヤムクンとかあとグリーンカレーとか、ああグリーンカレーのもう本場でなんだ、うん、美味しかった、うん、だから食べるものにはもう困らないね、へー、うん、そうそう、うん、まあね食べ物もやっぱり旅行の、ね、やっぱり一つのこう醍醐味だよね、あそこで食べたって覚えてるもんねやっぱね、覚えてるね、うん、そうだよ、いいな、はい、海外でご飯食べるの好きだな、うん、まあそうだね、当たりがあったりするともう痺れるよね、うん、美味しいのに本場だと思う、うん、ベトナムにドラマで行った時に、うん、いろいろ水に当たっちゃったりとかさ、うん、体具合悪くするからで、うん、高級ベトナム料理店1日目からここはもう間違いない、うん、でそこで食事食べた瞬間に全員ちょっとぐったりしてきちゃって、うん、もうおかしな話だね、えっ、ー、って大変だったこと、うん、あ本当。うん、へえ、あそう、あとバンコクなんかタイ好きみたいのあって、うん、それもだから高級な料理でさタイ好きって結構美味しかったよ、なんかどういうこと？タイのなんかこうすき焼きみたいなのがあるのよ。へえ。うん、なんか結構こう香草類が結構効いてたりとか。うん。それこそパクチーとか。スープンはどうなの？パクチーは。俺全然平気。もう平気なのか。うん。好きでもパクチーあったら無料のパクチー置いてあったらもう山ほど入れたい。そこまではいかないね。ああ、うん。でもなんかそういうキャラにしてくれって言ってこの間なんか番組撮ったけどね。どういうことキャラにしてくれる、うん、タイ料理1話にタイが出てくるから、うん、なんかこう他の木獣かなんかにさ、うん、差し入れをしに行くっていうなんかあるんだよ番宣番組が、うん、で1話タイへ行きましたから草薙さんタイ料理を木獣に勧めてくださいって感じで、うん、タイパクチー好きにして、うん、それを勧めましょうって言われて、うん、いや別にそんなパクチー好きじゃないから、うん、別にそんなタイ料理あれなのになと思いながらも、うん、まあそういう一応手ではやったよねあ大丈夫よそれ言ったから、ね、本番中も言ったから僕そんな好きじゃないんだけどっつって、うん、言われたからこうしたってそうそうそうでも別に言っちゃったから、うん、あじゃあそっちのじゃあそれで大丈夫ですもうそうですねやっぱりリアルでいいですよリアルでいきましょうみたいになってでも美味しかったのよそのなんか日本の新宿にあったんだけど、うんうん、それを木獣のドラマの方の 方々に差し入れするんだけどねうんあれねあるんだよね新宿とかにもなんかビルの一角なんだけどさ、うん、本当にタイと食べたのと変わんない本場のへーすごいんだよパクチーが本当にそこでも美味しかった本当に美味しかったうん辛くて美味しかったよはい、ということで1月のまでトラベルメモリー私だけが強烈に覚えていることそれではここで1曲いきましょう、うん、ジャスティスでランディーけど正月って太るよね食べちゃうからね行きましょうケーキよりも何ですかタルトが好き、うん、東京都のラメちゃん
最近お母さんに着なくなった服を大量にあげた、うん、ラジオネームワカニャ。電車に乗ってたら上からスマホが落ちてきてタンコブができた、うん、ラジオネームともちゃん。水で濡れた手でラップを触った時の音が苦手、ラジオネームかりん。目玉焼きが完璧にできました、どうでもいいネームみーちょき。うん、いいねみーちょきね。うん、さすがだね、やっぱりついてくるな、ブレてない。目玉焼き そんなでもないよこれ。いやいいよいいよこれ、そんなでもない、うん、あそう、水で濡れた手でラップを触った時の音が苦手って分かんないな、まあ、キュッキュッてしても嫌なんじゃない、あの、うん、ちょっと分かる気がするけど僕は嫌じゃないけど、うん、そう、うん、あるよキュッキュのダメな人。なんかスマステーションで、うん、去年年末紹介したんだけど、ラップ、うん、ラップに字が書けるペンっていうのが、ね、知らない、売ってんだって今。すごいね。ご飯を冷凍したりするときにさ、うん、ご飯くるんでしまっとくと同じものがいっぱいになっていつ飲んだか分かんなくなっちゃう、うん、日付書くんだ。それに日付書くけど普通の水性のペンだと水のところだからにじんじゃうんだって、うん、で油性とかもそうだし、そのままチンできないとかさ、だからラップ専用のペン。へえ、すごいね。なんだって。おー、電車に乗ってたら上からスマホが落ちてきてタンクアップができた。どういうことだろう、カバンが落ちてきたのかな。そうだ、カバン上に置いてあるカバンとか、上で携帯いじってた人が滑らして、うん、ねえ。乗らないですか電車。最近は乗ってないね電車ね。うん、慎吾は乗らないでしょ。ああ、うん、ちょっと乗ってみたいけどね。乗ってみたいね。うん、表参道の駅とか結構地下鉄いろいろあるみたいな。 あ聞いたことある、うん、乗ってないか分かんないんだけどさ、表参道の辺でさ、うん、上は行くじゃん、うん、もう仕事でも通るし買い物だったりとか、うん、あそこの地下って結構すごいんでしょ、うん、ちょっと行ってみたいね。どんななってのは想像つかないわ、うん、らしいよ。まあ東京駅はすごいけどね、うん、東京駅でさえ行かないからね。ロケで僕は何度か。あ、そっか、モンスサンドね、興味ありますね。いつも上撮ってるからね、モンスサンド。昔日比谷線よく乗ってたね僕らね。そうだね、うん、もう違うのかな、変わってんじゃない今、うん、日比谷線乗ってたよね。ね、日比谷線ね、神谷町、うん、中目黒くん、中目黒になるとなんか上になるんだよな、うん、地下から出てくる。中目黒も今高架下のところがすごいんでしょ。本当、あそこの線路の下の部分がいろんなおしゃれなお店がふわーだい。あ、そうなんだ、変わったね東京も。変わったよね、うん、うん、変わったよ。いいですね、東京大好き、東京一番だねさあ、それでは新津屋ミュージックセレクション、はい、さあ今週ははい慎吾です。よし、じゃあブルーハーツ、うい、何にしようかな。ブルーハーツっつったら何ですか、つよぽん。やばい、幻はどうとったあ、それはもう紹介したもん。好きブルーハーツ、ブルーハーツってあんま聞かないね。ロブネズビンですか、ね、未来に人に優しくかな、うん、スリーピースね、うん、菅健太君と大きくなりましたね、松岡さんと加藤さんとドラマをやらせてもらえた時の主題歌がね、うん、人に優しくっていうドラマで人に優しくの主題歌だったの、あれは嬉しかったな、うん、ドブネズミ、違う、人に優しく、なななななな、うん、カラオケ行きたい ね。じゃあザ・ブルーハーツで人に優しく。気が狂いそう、頑張れ
Ken Tsuyo Power Splash with Tsuyoshi and Shingo. Let's go. 普通のメール、はい、普通のメールだって。はい、久しぶりじゃないこれ。読みます。はい、やって。マルコちゃん。はい。セイパンシンゴちゃんいつも楽しく聞いてます。 ありがとう。無駄遣いってどこからが無駄なんでしょうか。うちの母はペットボトルのお茶を買う以上の無駄遣いはないって言います。家でお茶を入れればいいと言います。父はスマホは無駄遣いでしかないと言います。あんなものはいらないと。でも父が車のよくわからないパーツを買ってくるのですが、私にとっては無駄遣いにしか思えません。無駄遣いって何なんでしょう。うん、なるほど、いいお便りだね。うん、そうだね、うん、その人によって全然違うからね、お金のかけるところってね。本当に面白いもんだよね。人からしたらさ、それこそなんか何、そんなボロボロのジーンズはさ、僕としてはさ、本当に言われるんだよ、おばあちゃんにさ、強い、そんなのなんで買うのとか言われるしね、うん、そんなボロボロなのになんでそんな高いのみたいなさ、うん、もう本当にボロ綺麗しか見えないけど、僕としてはもう最高のヴィンテージなわけだよね。うーん、やっぱあるよね、そうやってね。だから本人が納得してりゃいいんじゃないですか。うん、本人が、まあね、うん、僕もだってツヤポにさ、ギターなんて一本ありゃいいじゃんとは言えないもんね。靴なんて一足でいいじゃんみたいなさ、うん、僕らでもそう、服とか無駄遣いって多いし、そうそう、そういうのいっぱい持ってるから、うん、まあまあ好きなんだろうなとか、なんか違いがあるのかなと思う。うん、ある。歯ブラシ、歯ブラシ20本、まあでもそれ使うからね。うんね、うん、なんだろうね、うん、お金のかけ方ってね。ねえ、うん、ここはかけないってある。逆になんだろうな。でもなんか思うのは、うん、なんだろう、そのあれば使った方がいいんじゃないですか。持ってるよりか。お金、うん、なんかわかんないけど、なんかどうなんだろうな。だって欲しいものがあって買えるんだったら、うん、買った方がいいと思うんだよね。なんかで、なんかまあそれこそギリじゃなければね。うん、ギリじゃない一歩手前でもちょっと渋るものってあるじゃん。そこは渋んなくていいんじゃないかなってこと。そうだね。うん、難しいとこだね。だからやっぱ難しいよね。無駄遣い、無駄遣い、このマルコちゃんのお便りからすると、無駄遣いイコール個人個人の趣味だったり、うん、うん、そうだね。お父さんの車のパーツもすごいよくわかるわ。うん、まあでもお父さんにしちゃさ、うん、やっぱりね、それは多分彼女からしたらスマホがいらないっていうのはさ、うん、そんなことない。お茶とかも分かるけどね、水とかもさ、水道水飲んでればいいよっていう人いるわ、俺の隣に。うん、いるよ。うん、そうそう、ね、安いので美味しいもの食べた時、うん、すごく高いところでご飯食べてんのが何なんだろうと思っちゃうの。ね、それもあるね。うん、昔ダメなんだよね、やっぱり金額高くても美味しいもの食べたかったりもする。でも安くて美味しいと俺一生これでいいやと思うの。うん、でも違うのかな。うん、そうね。うん、まあ深い話ですね、この、うん、このお便りは深い話ですよ。もう 人のなんかね、根本的なテーマに迫ってきますよ。うん、無駄遣いってね、もしかしたら俺すげえ無駄遣いしてんのかなと思ってきちゃうしね、今話してると。
あれ買わなくてもよかったかなって思ったりもするしね。俺は別にそんなに否定する人じゃないけど、うん、ツヨポンは無駄遣いしてると思う。やっぱり俺もそう思うわ。うん、無駄だわ。気をつけよう俺。それではここで一曲、今年発売になる待望のニューアルバムから先行シングルです。ジョン・メイヤー、 Love on the Weekend。また無駄遣いしちゃうのかな。無駄遣いしないようにしないといけないから。でもやっぱり年末年始はさ、うん、どこも書き入れ時だからさ、うん、なんかショーウィンドウとか見てるとさ、欲しくなるよね。やっぱなんかこう、ああこの服かっこいいなとかさ、思うわね。なんか街もこうクリスマスだったらネオンになっててさ、ね、雰囲気に釣られるんだよね。はあ、買いたいのあるわ。もういいなと思ってんだけど買いたいのあるわ。それはショーウィンドウに飾られてて、うん、ああどうしようかなって思ってんのあるわ。クリスマスシーズンの新聞広告のさ、うん、子供のおもちゃとかあれすごい好き。子供の頃なんかすごいワクワクした覚えがない、うん、おもちゃどれがない、うん、ワクワクするね、うんうん、買いたいものなんかなあるね。俺2つあるな今、うん、でも買わない。スピーカーがちょっと気になるな。これっていうのはないんだけど。あ、そう、うん、それもそれこそいっぱい持ってんじゃないの俺から思うには。スピーカーとかでもやっぱ違うんだ、形も違うし。じゃあそれこそつよぽんにあげたでかいスピーカーは、うん、いいやつなんだけど Bluetooth 対応じゃない時代なんだよ。いやそうだね、うん、あれずるいよな。あれの Bluetooth 対応もあんの？もう今のはそうなのよ。同じ形で？そう。ああそうなんだ。そうなんだよ。ああそう。あ、俺最近あれ使ってないから使ってみよう。あれいいよ。かっこいいよ。てか Bluetooth のさ、あれ信号も持ってるんでしょ？俺が持ってる。あれ同じやつ持ってるの？俺のは赤。あ、そうなんだ。うん。そっか、あれで Bluetooth 対応出てんだ。そう。全く同じ感じ。まあ僕も好きだからそういうのが、いろいろ新しいの買ってたけど、 Bluetooth 対応のあの時代ってさ、もう何とも言えないよな、あの境目のやつ。うん、でも俺はねなんか好きだよ、あのアナログが。でもまあちょっと気になっちゃうんだね。でもあれあげたやつに Bluetooth みたいなのカチャってつければ、うん、Bluetooth 対応にもなるの。あ、そうなんだ。じゃあそれでいいじゃん。だけどさ、うん、最初からついてるっていうのがいいんだよ。またうーん、何 Bluetooth っていいんじゃん。だからカチャってつければなるんだったらいいじゃん、それで。そうね、うん、それでいいよ。もう一個買ってどうすんだよ。結構大きいじゃん、あれ。あれでかいよね。大きい大きい、あれいいよ。うん、うちの部屋ではでかすぎるもん、音が。うん、うん、あれでかいよね。うん、でもまあね、ちっちゃくすればいいけど、あれいいよ。あれなん、あれかっこいいよね、形が。うん、機械そういうの欲しいのな。それってあれだね、困った話だね。機械にが好きな人ってさ、俺ってもう全くないから、うん、それこそ早いじゃん、なんか。そう、だから気になっちゃうんでしょ。そうなのよ。ヘッドホンとかでもそれこそ Bluetooth みたいなので、うん、Bluetooth だと思って買ったらそれのすごい軽いの Bluetooth みたいの出るの、うん、いいけど、うん、すげえ軽くてさらに折りたためるみたいな、うん、そんな進化早くしないで。困ったもんだね。まあそれも一つ楽しいんだもんね。そうだね、うん、いいね。幸せが一個多いってことだな。
カメラも欲しいな。何？ライカ。そう、写真のね欲しい。出てんだ、またなんか。そう、この時期に出てんのよ。やるね。あのポラロイドみたいなっていうか、チェキみたいな、ああシャーって出るの、うん、これ名刺みたいな、うん、それのライカの。おいいね、それはいいな、ね、あそれはいいわ。さあじゃあ曲いきましょうか。曲何でしょうか。じゃあブルートゥースのブルーで、うん、ブルースマスターキルがいいんじゃないですか。ブルートゥースからブルースマスターキル、うん、スマップでブルースマスターキル。どんな歌よ。1月10日、明日、明後日。そうですね、明日、明後日、1月10日から嘘の戦争オンエアなので、皆さん第1話ぜひともご覧ください。面白いです。ニエッチ、はい。でおじゃまっぷ。お、そうなんだね。お邪魔させてもらいましたよ、おじゃまっぷにね。はい、1月それが18日に放送になるので、うん、そちらも皆さんぜひとも、ね、なんで来たの。いやー楽しかったね、久しぶりのおじゃまっぷで。こちらもぜひ見てください、はい、お便りいつでもウェルカムです。今年最初1月のマンテはトラベルメモリー、私だけが強烈に覚えていること、旅の思い出を教えてください。でも普通の思い出ではありません、あなただけが強烈に覚えていることを送ってください。宛先、はい、こちらです。郵便番号 261-7127 新強パワースプラッシュ。メールは新強アットマークベイ FM.co.jp 新強アットマークベイ FM.co.jp たくさんお待ちしております。そんではまた来週皆さんお会いしましょう。お相手は草薙剛と香取慎吾でした。バイバイ。